ラウリー・ペクリ引き上げられ展示されているバッファロー・ラウリー。ペクリは第二次世界大戦のフィンランド空軍の激墜用である。1942年に解明するまではラウリーオフ海年というのであった。戦後のフィンランド空軍のジェット化に貢献した。1958年7月31日、フォーランドナットでフィンランド人として初めて音速を超えたパイロットとなった。 ヘルシンキに生まれた。1930年代に飛行を始め、国民自衛団やスポーツに熱中し学業を放棄していたので、最初のフィンランド空軍の試験には合格しなかった。1939年に再び空軍に志願し合格した。冬戦争では、グロスターゲームコック、ブリストレブルドッグやオスやジャクトフォークなどの旧式機を装備する。 後方部隊に配属され100時間ほどの飛行時間を記録した。冬戦争が終わると、士官学校に入り1941年に、ブリュースターバッファローを装備するハビタヤレントレイブ24に配属され、フォッカー D21 で訓練を受けた。継続戦争が始まると、1941年10月4日に最初の空戦に参加し、 I-153 と空中戦を行い、I-153 は操縦を誤り墜落した。その後も撃墜記録を増やした。1942年6月25日ソビエトのセガジャ飛行場の上空での空中戦で2機のソビエト空軍のホーカーハリケーンを撃墜したが、上機のバッファローは損害を受け、ビゴゼロコに不時着した。ペックリは無事脱出し帰還できたが、 バッファローは湖に沈み、1990年代に発見され、引き上げられ博物館に展示されている。1943年2月にウィーン近くのノイスタットからドイツから供与されたメッサーシミット BF-109G をフィンランドに輸送するパイロットの一人となり、フィンランドのパイロットたちが一機の事故機もなく、運んだことは通常、 未熟なパイロットによって輸送中に2割ほどを事故で失うドイツ軍を驚かした。1944年6月16日に、ラピンロンタでイリューシンイル -2 と遭遇し、機体に損傷を受け、エンジンが停止し、ソビエト軍の勢力圏内にパラシュート降下した。数週間の後、捕獲されて捕虜となり1944年12月まで、 レニングラードの収容所に収容された。第二次世界大戦での撃墜数は18.5機で12.5機をバッファローで6機を BF-109 で撃墜した。戦後、フィンランド空軍に復帰し空軍のジェット化に貢献した。フォーランドナットで最初のフィンランド人となり政治的理由でフィンランドが採用を決めたミグ -21 の評価を行い。 1963年4月24日に最初のミグ -21 をフィンランドへ輸送した。ミグ -21 で最初にマッハニを超えたパイロットになった。カレリアン飛行隊の司令官などを務めた後、1968年に退役した。最終階級は大佐。その後、ウィー・ハリーの航空メンテナンス訓練部門のマネージャーを務めるなど、 フィンランドの民間航空に貢献した。1980年代にスペインに移住し、回想録を書いた。ありがとうございます。